いやー優勝できた。あー全部震えてた。震えてた。いやーいやー嬉しい、マジで嬉しい。マジか。いやいいチーム組ましてもらったなっていうか、もう本当にいいチーム組ましてもらった。くそ面白かったな。いやなんか、いや自分本当にこの戦いのスト6の9割ぐらいマジで JP 戦しかやってなくて、 JP でも笹さんが一番の強敵かなって思ってたんだけど、マジで見積もりが甘かった。うまかった。関さんもケンキさんも、いやうまかったんだよ。こんなに伸びるの1週間で、信じられん。で15年格ゲーやってんだよ、なんだかんだ。いやそのずっと継続してきたわけじゃないけどさ、いやいや強すぎだ。いややっぱ王さんのあの果敢な攻めを見ると、いや自分も果敢に攻めた方がいいなってなるよ。やっぱりメンタルの持ちようが違う。ムードメーカーおぼだよ。はい、ケツー、はい、ケツーって言ってるだけの、こんな見たらさすがに、まあ、自分もこれぐらい、やるかってなるじゃん。メンタルケアされてたもん、ケツで。いや、王さんまだ緊張しない。ハイタイさんも全く緊張じゃない。自分だけだったね、緊張してたの。ほんと、ド緊張してた、拙者。拙者。でも、プレッシャーに負けたっていうか、まあ、普通に関さん上手かったよ。マジで。読み負け何回したかわからん。てか読みの段階までいかれすぎた。本当はもっと読みの前にあの拒否しなきゃいけなかったんだけど、マノン戦っていうのはなんかそこまでね持っていき方がうめえんだよな。ドライブラッシュの使い方がかなり上手で、でももう究極の二択みたいな、小鼻毛か打撃かみたいなタク迫られてほぼ負けてた自分。やっぱり一人で試行錯誤する格ゲーも面白かったけど、こうやってヒントもらいながらね、アドバイスもらいながらやる格ゲーもいいわ。如実に成長実感できるし、成長するまでが早い。やっぱそのなんか成長しきると伸びが遅くなるんだけど、アドバイスによってその伸びが遅くなるのがなくなるんだよな。自分じゃ気づきづらいからね、改善点って。それを言ってもらえるのは助かるんだ。ありがとうございます。いや相手さんマジで教え方上手だなって思ったね。もうできる範囲のことしか言わないんだよね。なんかこんがらがりそうなことは言わない。今こいつにできることこんなもんかなみたいなラインを見極めて教えてくれるのがいい。あ、確かになって思ったとこ。キンバリー使い増えたかな。キンバリーいいぞみんな。 JP に困ってるみんな、キンバリーを使おう。 JP は倒せる。それ以外まあ頑張れば。